ゲロゲロ。で、本に乗り移っとったってこと？そうだよ、金也。オイラ、もうこの世にはいないんだけど。喋る。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、学園長のところまで来た件、クエストを受けていこう。諸君。おう、私の話を聞いてくれるか。君たちに頼みたいことがあるのだ。一日経ったけど、大丈夫？実は今、私は大王子金屋史上最大のピンチに陥っている。それは、ビッキーにモモコちゃんのプレミア写真集ピンクの誘惑が捨てられないのだ。誰だよ。いやいや、未練があって捨てられないわけではないぞ。捨てても捨てても戻ってきてしまうのだ。このままではエマに見つかってしまう。頼んだぞ。君たち一生のお願いだ。この本を捨ててきてくれ。なんなんそのホラーっぽい感じやけど、ちょっと間抜けな。絶対に捨てられないムフフ本。ムフフ本。結構難しさあるぞ。大王子金屋史上最大のピンチ。それは捨てても捨てても戻ってきてしまう。ムフフな本。ピンクの誘惑が捨てられないこと。しょうがないから捨ててきてあげよう。ちょっと背伸び料理本一巻。うん、調査開始。それは燃やしても無理な。おう、そう言ってくれると信じていたぞ。実はすでに捨てる場所の目星はつけている。焼却炉マウンテンの奥にあり、生徒たちも黒歴史を葬る時などに使う脅威の性能。そんな場所が。その名も、火力マックス限界焼却炉、極み。ここに捨てれば、いくら呪いの写真集でもこの世から完全に消え去るはず。頼んだぞ。くれぐれもよろしく頼むぞ。諸君らの健闘を祈る。焼却炉をそんなことに使いよんかみんな。絶対に捨てられない無風本を手に入れた。よし。こうして。これを。俺たちの長く厳しい旅の物語は始まったんだ。そんなかっこよさげに果てしなく困難な道のり。メラは人兵になら乗るのね。はい、来ました。で、ここやろ、きっと。ロード・オブ・ザ・ピンク。かっこいいな、なんか。学園長からビキニモモコちゃんのプレミア写真集、ピンクの誘惑を捨ててきてほしいと頼まれた。写真集なんや。焼却炉マウンテンの奥にある強力な焼却炉で呪いのムフフ本をこの世から消し去ろう。うん。なんか結構もらえる。ツーウェイショルダーバッグと鮮やかなコンパクトミラー。ふぶきちゃんしか関係なさそうな感じ。はい、挑戦します。難しいかな、やっぱ。おー、来たよ。なんかいろいろ流れてきよる。何あれ？うわ！何かしらが。流れていく。活火山の熱を焼却炉に利用しているらしい。あちこちに、なんか爆弾み、おー、なんかいっぱいおる。怖いよー。これやっつけんでも抜けていけるんじゃない？ほら、なんかあいつら全然こっちに気づかんかったよ。ダークソウルパックン。びっくりしたわ。みんながついてきてくれんけん、私一人で行くことになる。それはちょっと厳しいっすね。待って。ちょ、怖いんですけど。お願いします。入れ止めるがいい。君がいるか。これはやっぱり、はい、変身します。はい、来たよ。私今回引き連れてきたメダルの音量違うけんね。てキャー、怖い。ワイルドアクト。あ、おらんやん、ちょっと。目の前におったやつおらんねえけど、ちょっと。キャミー、いやー、こうやってね、人が変身した途端にみんな、やっつけてしまうんだな。え、待って、どこ？え？あ、ここ渡っていけるんか。びっくりしたー。いけんのかと思ったやん。ね、爆弾流れよることない。やば。ちょっと時間切れになる前に。ワイルドアクト。なんか味方の攻撃なんだか敵の攻撃なんだかいまいちわからんねえけど、氷結弾届いてね。突風かまいたち。もう一発やん。ナイス。で、どこですか？これ入って大丈夫なやつ？あ、大丈夫なんや。毒の沼地とかじゃないんやね。この先行けんの？てか、どこ？なんかもう、やってきた方向すらもよくわからん。あ、ここ登れる？はっ。え、関係ないやん。アイテムがあるだけ。え、この先はさすがに渡っていけんやろ？あ、この上、登れんわ。え、登れんわ。待って、どこ？あ、
これで見たらわかりやすいか。こっちの方向に、あ、これ上に乗れるの？マジで？イエーイ、一瞬流れていける。なんかこれ逆方向向かっていきよりやん。ちょっと待って、いかんやん、逆方向じゃ。ちょ、今の A って何？もしかしてこれ？うわ、モテる。うわ、ボンバーマンや、ボンバーマン。あ、ってことは、なんかここら辺で使うものがあるってことよね。ね、これ使ってさ、敵に攻撃できるんじゃない？ね、見て見て、ハンマーゲットした。これってそのまま投げる感じ？それとも使える？あ、なくなった。なくなった。ね、なくなったよ。イエーイ。なくなったよね。なんか上空にカラスがおるんやけど、変身させて。忙しい。めっちゃ忙しい、いろいろ。さあ、来い来い、変身変身。どうにか変身シーンをカットさせていただけないかしら。はい、来た。ワイルドボーイ。よし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 。ベビー。もうここおらんないよね。この先は何？どこ？これじゃないよね。あ、こっちか。ねえ、行くぜ行くぜ。みんな行くぜ。いやー。ちょ、待って待って。この先が見通せん感じをやめていただきたい。へい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 。なんか混乱しとるやつ。ワイルドアクト。今発射できた？なんかテニス部出てきたけど。混乱してます。へい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 。うるさいっす。はい、ベビー。へい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 。特風かまいたち。あれは味方か。スキャンダルメシアン。スキャンダルメシアンって私が連れてきたやつか。何連れてきたかもちょっといまいち覚えてないけど、なんかそんな感じの名前。あ、ここやね。着いた着いた。てかすでに体力がちょっとね、危ういんすけど。そうだ。特風かまいたち。いや、ちょっと待って、特風かまいたちとか言える場合じゃない。はい。君ね。危ねえ。あー、てか変身が解けてる、私。まあ、みんなも解けとるけど。お、いただくバウンダー。青かった。これは青かった。あ、でも結構あれか、人間体でもさ、ね、結構ダメージ与えれとる。よし。え？焼却炉マウンテンの奥、まだまだですか？あ、この上？あ、上がっていける、上がっていける。え？この先は？あ、上がっていけん感じ？こっちか。えい。おぉ、渡れる。ちょっと感動。くそ、見つからずに行こうと思ったのに、普通に見つかったわ。もう何、こっちでやっつけてくれとるやん。何？え、なんかどっか入った。知らんけど。何かしら影が伸びてきたんよね。何もかこれ怖いんやけど。え、何にもなかった。これか？敵はおらんのこれ。普通の敵しか。なあ。学園長が言ってたマックスなんちゃらって多分これのことだよな。でっか、やば、人入れるやん。ああ怖っ。火力マックス限界焼却炉極みだ。てかさ、普通に生徒たちが黒歴史をここに処分しに来るってことは、いやいや、誰でも自由に出入りできるってことよね。危険すぎん？やっぱの前大げさすぎるよね。殺人事件とか起きそう。ここにぶち込めばこのミッションも完了だぜ。さらばピンクの誘惑。ナイッシュー。戻ってきたりせんよね。これで全てが終わった。戻ってきてん。無傷。何？これに何かが乗り移ってるとかそういうことか。戻ってきた。学園長が言ってた捨てられないってこういうこと？お。ピンクのカエル、カマガエル。なんかかわいい。なんで音量になるの？しかもピンク色だし。ピンクボンだからじゃないですか。ももこちゃんのピンクが乗り移ったんだね。そんなことある？おい！やい、ピンクガエル。俺たちが相手だ。カモン！なんかお腹に書いとった。なるほどね。こいつをやっつけんといかんねん。カマガエール。え、でもちっちゃいし大丈夫なんじゃないだろうか。音量の仕業だったのね。あ、やっぱりスキャンダルメシアン私のなんやね。何をしている？私が連れてきたやつなんや。あー、流されるー。ね、やっぱりこの辺も使うべきなんじゃない？まあいいや、変身しよう。変身ちょっと待って、変身しよう。
でも使えるってことは使うんやと思うんやけどな。違うんかな。イエーイ、ワイルドボーイ。よし、戦闘普通かまいたち。いやでも普通にダメージ与えるよね。じゃあこのまんま行けばいいか。まだやれる。フォーミングショット出た今。氷結弾、氷結弾結構なんか距離近いよね。お、なんか氷状態になったんじゃない。風かまいたち、あっという間に半分ぐらいまで来たやん。あー危ない。ベイビー氷、なんか氷結ショット出んかとかよくわかんない。何これ、なんか滑るね、滑るよ滑る。多分風かまいたち、いけー、痛い、助けて誰か。あれか、人間体の時にあの辺のゴムとか使えばいいってことかな。チリとなるがいい。じゃあ待って、よいしょ、え、ちょっと待って、貸して貸して、おりゃって弱いわ。めっちゃ弱いわ。それならさ、普通に人間体でもこのまんま、なんかその切り刻むやつ範囲でいいやん。こっちの方が全然いいわ。普通に攻撃した方がいいとか。あー助けて、誰か誰か誰か、地球は青かったはいいから、あー掴んだ、てし、イエーイ。うん、今私召喚したから、早い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 、助けて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 、私がなんか一発でやられたんですけど。ヒーン強いよー。よし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 、あ、プレイ、はい変身。なんか敵からの攻撃を受けたりとかしたら、なんかこの早く変身できるっぽいけど。あ、ぬるぬる状態か、あれ滑り寄るの。はい、再び変身、来たでワイルドボーイ。待って、私今変身したところなんですけど、ちょっと変身したところなんですけど、無駄になったよ。だんだん近づいてくる。何が、警戒しろ、来るぞ。え、何が来るの、何これ。ギガントボイラー、ボイラー。え、これはさっきのカエルとは関係ない感じ。氷結、えっ、助けて、焼却炉自体がってこと。ちょちょちょ、怖い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 、範囲が広い。え、ちょちょちょ、無理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 、何今のは。あごめんね、復活するところ、普通に走った方が良かった。待って、復活させるところちょっと近づかん方がいいやんね。何あー助けて、待って、ね、みんな死なないで、ね、ちょっと召されてない、召されてない、大丈夫。ちょっと私ばっかり狙ってないあいつ、やめてよ。ワイルドアクト、ワイルドアクト。でこいつ焼却炉ってことはさ、こいつに対してなんか氷ボムみたいなやつ投げればいい。ほらほら、なんかアイドルアイドルアイドル、ね、あっこにさ、ね、あっこに入れたらいいんやね。違うんかな。そしたらなんか体の内側から冷めるみたいな。でも今空いてない。今は普通に行った方がいいかもしれない。ワイルドアクト、ワイルドアクト。大丈夫、今も別に普通に攻撃的よ。オッケーオッケーオッケー。じゃあ多分あっこの上が空いた時、いやびっくりした。あっこの上が空いた時に多分氷ボムみたいなの入れたらいいんやと思う。よし、ちょっと待って、氷ボム氷ボム、うわ、あー怖い怖い怖い、ね、いつ開くそれ、ね、いつ開くんそれ、開けて早く。なんか落ちとることない、あれハート、え、なんでハート落ちとん、あれ拾い逃したやつとかじゃないよね、別に。なんか来そうやけど、ね、怖い怖い怖い、ね、ちょっといつ開けてくれますか、そこ早く開けてくれ。まあいいや、普通にぶつけよう。お、避けれたんや今の、イエーイ。なんか顔が墨だらけなんやけどね、これ何、ね、これなんかあるの、ね、なんなん今の、
あいつがなんか設置しとるってことかな。ぽい。お前の時間だ。これ普通に攻撃した方がいいから。いや弱い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 。普通に攻撃したら弱い。さっきポイントつけた時200何ぼって聞いとったことない。気のせいかの見間違いかもしれんけど。てか今近くにボムあった気がする。なんで誰か持ってきた。ワイルドボーイ、ほらなんかここにあるんやけど。え、私が投げたやつかな。え、ここからなんかあんま聞いてない気がした今え、どういうことどういうこと。ちょちょちょ、助けて助けて。え、なんか一回アッパーいとったよね。次インストラクトなんかあれかな、いっぱい。あえ、なんかいっぱい落ちとるやん。やっぱあいつが落としてるってことか。あ、焼却霊剣、中からいっぱいゴミが出てくる。ワイルドアップ。ワイルドアップがいまいちよくわからん。ヘイヘイヘイ。いかんかった。ヘイヘイヘイ。何でも当たってない気がするんやけど、これ。いかんね。ねえ、ちょっとちょっとちょっと、そこの、あの、コマ、コマさん。あ、よかった。キュービーがいった。ヘイヘイヘイ。ゴミを投げ込め。あ、さっきそんな、なかったね。外はしますか。ね、入ってないことない。いけるわ。痛い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 。なんか私に攻撃してないって誰？え、誰？燃えませんしって誰なん。ちょっとなんか現れとるやん。チャンスチャンスチャンス。で、これも投げまくる感じ。あ、違う。今普通に攻撃するべきや。ね、誰なん燃えませんし。邪魔なんやけど。粉砕する。チリとなるがいい。やっぱりなんかあいつがいろんな召喚したりとかもしよう。や燃えませんし一発でやっつけたよ。イエーイ。めっちゃ弱いんやね。あー待って、助けて。変身溶け取った。邪魔だよ。あ、でもこの周りのやつらとかやっつけてったらさ、結構あのハートが出たりとかしようやない。ゴミ投げ込め。普通のゴミでいいんかな。投げ込めてない。投げたじゃない。あの、何当てただけや。え、これ全然入らんことない。今の入ったんかな。君がいる。ゼロってなるよね、これは。え、ちょっとわからん。ちょっといまいちよくわからん。あ、変身変身。違う邪魔。チャンスの時に攻撃ができくそ。でもチャンスってなるってことはちゃんとゴミ入っとるってことよね、あれ多分。ワイルドボーイ。ワイルドアップ。あ、でもとりあえず一応ちゃんと体力は減りよるけん大丈夫か。冒険者、うっしゃー、チャンス来たー。さあ今や、今もうめちゃくちゃ攻撃しまくろ。フッ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 。ギリギリ当たらんとこか。ワイルドアップ。ワイルドアップ。ゴミを投げ込む。あ、やめて。誰お前。なんか生ゴミとかいうやつおるんやけど。燃えませんし続いて。あ、なんか結構遠くまで投げれよる。ね、ちょっと待って、邪魔。ちょ、君らマジ邪魔よ。あはー、ポーズを取れなかった。くそー。次、ワイルドアット。ワイルドアット。なんか思ったより私体力減ってないな、別に。いつの間にやらそんなに体力奪えとった。良きミッションクリアー。ちょっと待って、いっぱい集める。ね、周りにおった萌えま戦士とかさ、生ゴミとか、ね、みんなおらんくなったん。粗末に扱ったら罰が当たる。みんな変身解けた。パンクサブロー一緒についてきようんやけど。いや、味方側やけど。お、大経験値ボールもやん。これボールの中身、なんか猫みたいなマークなんやね。バケエラ的な。うー、これで捨てれる？さすがにもう何も襲ってこないよね。大丈夫だよね。今度はこの山が丸ごと襲ってきたりしてな。怖い怖い、やだ。冗談でもやめてよー。え、まだおるやん。何？こいつはさっきのカエルの音量。今度はまたあのカエル？倒せてなかったの？じゃあまだムフフ本が残ってるってことよね。おーい。どうだ？無事ももこちゃんの写真集は捨てられたか？ここまで来たんや。最初から一緒に来いよ、じゃあ。学園長、それが。お、召される。お、かわいい。あれは
何ペット？お前もしや、ビン吉か？何そのピョン吉的な感じ。え？ビン吉？ああ。息子のように愛している私のペットだ。まさかの本当にペットなんや。最近姿を見せなくなったと思ったら、まさか死んで怨霊になっていたのか。ゲロゲロ。で、本に乗り移っとったってこと？そうだよ、金や。オイラはもうこの世にはいないんだけど。喋る。なんだと？喋った？そっか。怨霊になったことで思いを伝えられるようになったんだね。ゲロ。どうしてももう一度、金やに会いたかったんだけど。だって金やは、オイラの命の恩人だから。うん。命の恩人？ゲロゲロ。10年前、理科の授業で解剖のために用意されたオイラは、怖くなって教室を飛び出した。そこで金やと運命的に出会ったんだけど。ビン吉のあまりの愛らしさに、見殺しにはできなくてな。ゲロ。カエルの解剖って今もやりよるとかあるんかな？私、やったことないけど。それから金やと過ごす毎日は本当に幸せだったけど。ね、漫画とかでしか見たことないや、カエルの解剖。私も幸せだった。ビン吉のいない生活なんて考えられないほどに。でも3日前、オイラがいつものように金やと遊ぼうとした時だった。え、結構最近までおったんやね、普通に。ゲロゲロ。嬉しそうに本を読んでた金やのところに、オイラは飛び込んだんだ。けど、それがいけなかったけど。まさかあの時か。何か思い当たることがあるんですか？いや、なんというかその、あれだ。本で挟んだとか。え？実は学園長室でな、ももこちゃんの写真集を見ておったのだ。だがその時、愛しのエマが禁断の金屋ルームに入ってきたのだ。もし見つかれば、父親としての信用はガタ落ちじゃ。禁断の金屋ルームって何？学園長室にまだ他の部屋があるってこと？私はとっさに本を落とし、慌てて隠した。ゲロ。そう。オイラはあの時、写真集に挟まれて死んでしまったんだけど。かわいそうすぎる。なんか、結構前の話かと思ったら3日前とかやし。そうか。それで写真集にビン吉の霊が乗り移ったのか。なるほど。だから学園長に会いたくて、何度捨てても戻ってきたんだね。そんな、私はなんてことをしてしまったのだ。ビン吉がいなくなったことに呆れてなかった。謝っても謝りきれない。ビン吉よ。私はどう償えばいいのだ。ゲロ。償いなんていらないゲロ。オイラはもうカエルの寿命をとっくに過ぎていて、いつ死んでもおかしくなかったんだゲロ。だから金屋のことをこれっぽっちも恨んでなんかないよ。10年前って言ったよね。カエルの寿命って何歳なんや。ビン吉。ゲロゲロ。ただ、どうしてもお礼が言いたくて戻ってきたんだゲロ。お前というやつは。金屋、ありがとう。かわいい。学園長室で金屋と過ごした日々は絶対に忘れないけど、これでお別れだけど、いつまでも元気でね。じゃあね。でも10年間通ったのに最後、かわいそすぎるやろ。ビン吉、お前と出会えて本当によかった。ありがとう。お、メダル？ふう、来た。Y メダル、絶対に捨てられないムフフボンを手に入れた。こんなメダル嫌やんねん。メダルゲット。なんだかちょっと悲しい結末だったね。みんなには感謝しなければ。おかげで最後にビン吉と話した。よかったですね、学園長。しかし、意外でしたよ。学園長がカエルを助けていたとは。エマさんもこんな優しいパパがいて、きっと幸せでしょうね。何？諸君。お前たち、わかっているとは思うが。エマには絶対このことは話しちゃいかんからな。せっかくいい感じで終わろうとしてたのに。頼んだぞ。エマに嫌われたくないんじゃ。いいな、絶対に言ったぞ。それが、もうエマさんに Y ラインで全部話しちゃいました。でへっ。Y ラインとかあるんや。ギャー。まあ、終わった。クエスト、絶対に捨てられないムフフボンがバッチリ解決。よし、オッケー。ちょっと背伸び料理ボーンゲット。一貫。ふぅ、自動的に入り口まで戻ってきてくれるのめっちゃいいね。あ、こう、帰ってこんといかんってなったらちょっと憂鬱すぎる。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に
再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、トワイライトセブン、もう半分ぐらいはクリアしたんかな？多分、わからんけど。4つぐらい？あと3つぐらいかな？あと2、3個やと多分思う。うん。はっきりせんけど、残りも頑張ろう。